よく日本ではですね、友達のことに対してですね、あいつは何を考えているかわからないというようなことを、まあ、言う人がいるわけですね。まれにはですね、夫婦でも、まあ、そういうことを言う人がいたり、それからまああまり会話をきちっとせずにですね、むしろ黙っていながら相手のことを憶測して、そのうち人間関係が崩れると、まあ、いうふうな例を見るわけですね。で、まあ、これはまあ日本社会独特と言ってもいいわけで、ヨーロッパアメリカもちろん違いまして、言語を中心として、人間関係を構築していきます。つまり、その言葉っていうものはそのためにある。つまり、多文化のいろんな文化の人がいる場合ですね、言葉をちゃんと言って、その言葉を通じて相手を理解する。それから言葉で言ったもの以外は相手の本当の心の奥底のですね、心理というのは、まあ、あまり知らない方がむしろいいという、そういう考えなわけですね。つまり言語というのは相手が考えていることを言語で理解し、その奥には入らない。これが異なった文化、もしくは異なった人間との付き合い方なわけですね。まあ、これができない日本人はですね、例えば女性ですと肩が凝るわけですが、女性が肩が凝って外国に行きますとですね、肩こりが治るっていう例が多いわけですが、それはですね、周りに対する気遣いっていうのが相当少ないですね、海外ではですね。海外というのは主に欧米ですが、アジアでもそうですね。アジアでもそう、もちろん中東はもちろんそうですが、それでですね、その意味ではいい意味でですね、人間関係は表面的なんですね。でこれは男女関係でもそうで、結婚するっていうことはですね、相手を異性として付き合うわけですね。ですから、まあ、その基本はちょっと露骨なんですけど、一応セックスなんですよね。ですから、外国の結婚生活というのはセックスが基本で、まあ、言葉は二の次っていうか、まあ、もっと極端に言えば人間関係は二の次、尊敬できるかどうかとか、そういうこととは別にですね、まずは子供を作ることっていうのが結婚の、まあ、もう当たり前ですけどね、結婚そのためにするんですからね。自分一人で生きていけるわけです。自分一人で生きていけるけども、結婚しないと子供ができないので、命を大切にするという意味で子供を作っていくということですね。ですからちょっとこれも露骨な話になってしまうんですが、夫婦間のセックス回数というのは、大体外国は日本以外、中国も含めて、アジアも含めてですね、年間200回ぐらいなんですが、まあ、日本の場合40回という、極端にですね、これ世界で統計がある国では一番少ないんですね。ということは、まあ、本当にこう心と心の人間関係で夫婦とか友達ができているということになるんですね。まあ、こういった関係は一見いいところもあるんですが、ただジメジメしてしまうわけですね。それであの人は人の心を読めないだとか、KY、つまり雰囲気を読めないというようなことをよく言って、それがあたかも悪いことのように言うんですが、私はですね、他人との関係はもっともっとずっとあっさりすることが大切で、そのためにはまず自分を確立して、つまり、とにかく、よらば大樹の影とかですね、それからみんなが言っているとかですね、みんなが今日から半袖だから自分も半袖にしなきゃいけないといった、まあ、あまりに過度な日本文化というものからですね、少し脱してですね、そしてまず自分を確立する。自分は一人でもきちっと生きていける。だけども一人で生きていくよりか、結婚して家族と一緒の方がよりいいし、それから親しい友人も多い方がいいと、まあ、そういうふうにですね、まあ、考えることが非常に重要なんではないかというふうに思うんですね。で、まあ、日本も、まあ、全体国際化するというわけじゃないですが、日本の過度なこの人の心を読むとか KY というのはですね、まあ、昔はある意味では村の中だけだったわけですね。隣村の人はほとんど知らないんですが、今非常に人間の付き合いも多くなり、情報も流通しておりますし、テレビなんかありますからね。ですからいわゆる他人とか家族とか友人という幅が非常に広くなっているわけですね。だから従来の日本文化でやってますとね、もう神経がすり減ってしまうわけです。まあ、この意味からですね、まあ、よく気がつくという性質はですね、あまり良くないんだ。やっぱりよく気がつくかどうかよりか、言語でしっかり言う、もしくは自分をちゃんと確立しておくということをですね、重要視するべきではないかと思うんですね。優しい心とか、
まあ、そういうのは大切ですが、夏目漱石の言葉にあるようにですね、日本文化というのは地に働けば角が立つ、情に差をさせば流されるとこうあるわけですね。とかくこの世は住みにくいと。しかしこの世を住みやすくするためには地に働いても角が立たないこと、つまりきちっとした論理的な話ができること、それから情に差をさしても流されない、つまり情っていうのは情であり、本当に他人の悲しさを自分の悲しさのように分かることであって、それがこう社会とともに流されていくようなことがあってはいけないわけですね。まあ、その意味では、このブログをお読みになってる、お聞きになってる方もですね、人間関係で苦しんでおられる方がおられると思うんですが、これはやはり現在の日本社会がですね、社会の拡大といいますか、情報の拡大、もしくは移動距離の拡大、付き合う人の増大に伴って変わっていけなかったということを言っておりますので、私はぜひね、人間関係を良くするためには、ある意味で表面的、いい意味で表面的な付き合いが自分を確立しておくということが大切かと思います。